今日は嶺北町を出て天草西海岸を南下します。妙見ヶ浦十三仏公園です。象山岩です。こちらは亀山岩です。与謝野鉄幹晶子の歌碑です。天草で50年布教し、天草で亡くなった神父です。ルコビコ・ガルニエ神父の記念塔です。残念ながら中に入る時間はありませんでした。外で景色を見ながら食べる予定の弁当をバスの中で食べることになりました。これは一般の人の家の庭です。先津天主堂です。畳の礼拝堂です。先津天主堂の建設に貢献した春久神父の記念碑です。
最後の訪問地、本土市の殉教公園です。アルメイダ記念碑です。ポルトガル人の彼は我が国に最初の西洋医学を伝え、1583年に天草で生涯を閉じました。本土市街です。今ここにおります。向かい合ってのご挨拶がもうこの後船に乗って、電車熊本駅隣でございます。途中の本土バスセンターで、お別れしますので挨拶。本当昨日から今日にかけましてですね、熊本の広瀬先生のご紹介で私を外部に呼んでいただきまして誠にありがとうございました。